はい。早口言葉を、ソプラさん、早口言葉をお願いします。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、黄巻髪。はい。お茶は好きですか？好きですよ。僕はお茶狂なので、今もウーロン茶を飲んでます。青とかにしないの？髪色かな？髪色青に？したことあるけど、めっちゃ外歩けないからね。絶対やめた方がいいよ、本当に。握力って本当に7なんですか？握力60ですよ、僕。60、へ、四捨五入して60、右手が58ですね。握力、超握力あるんで、僕。楽器やってるからかな。楽器をいろいろやってるから握力がある。ちょっと待ってください。どこまで読んだ？わかんなくなっちゃった。ちょっと待って。なんかバグったぞ。すいません、ちょっと、止まりました。ここでいいか。ちょっと待って。ゆあささん、好きなアニマルは何ですか？って、これは、なんでアニマルって、これ、動物の話やね。海外の方なのかな？それともなんか、でも、日本人に見えるんだけど、なんでアニマルなんだろう。僕は、さっき答えた通り、あれですよ、鳥と猫が好きですね。でも基本的に何でも好きですね。動物は。なんか好きだな。なんか生き物が好きなので。人間はちょっと怖いですけどね。マッくんが曲を作るとき何を考えながら作っていますか？そうですね。何を考えながら作るというよりも、なんかその時考えてたことを曲、ことで曲を作るっていう感じですね。曲を作るときに、何かじゃあ考えようっていうんじゃなくて、なんか考えたときに曲を作ろうっていう感じ。そっちの方がね、結構スムーズに多分、できると思います。インドネシア知ってますか？知ってますよ。もちろん。てかなんかね、僕のスタンプ、この今さ、放送の画面の、によって猫あるじゃん。このスタンプさ、LINE スタンプってどこで買われてるかとか、どこで使われてるかとかを調べられるんだよ、実は。出した人は。で、その僕のスタンプってどこで買われてんのかなと思って、調べてみたら、なんか日本がやっぱり圧倒的に多いんだよ。日本が、めっちゃ、なんか日本がじゃあ例えばさ、5だったとするじゃん。日本が5だったとしたら、次に、多かったのが、もちろん、何？台湾とかだったかな？台湾とか。で、そっちは多かったんだけど、そっちも多かったんだけど、日本が5に対して、インドネシアは1いました。つまり、日本が500万だとしたら、インドネシアが100万人みたいな。いろんなところにね、いる。めっちゃびっくりなんだけど、全然知られてないと思ってたから、すごいね。すごい、ありがたいことですね。どっから知るんでしょうかね、そういうの。好きなアニメは、もちろんご注射と、ご注文うさぎですかと、ヒロアカでしょ？ヒロアカデミーは、あれ、断末。あれ、さぎりちゃんのやつ。あと、なんだろう。何見てたかな？なんかね、いろいろ見てた。